ことになります。左に日本、右にナイジェリア。さあ主役たちが位置につきました。では国歌です。センターバックには柳川、左には横浜 FC の太田光介が起用されています。中盤の底は大分トリニータ、ここまでの試合では途中投入が多かった森重、そして右に藤田誠也、コンサドーレ札幌、左梅崎は引き続きの起用です。そしていわゆるトップ下、これまでの試合では柏木がやっていたポジションにセレッソ大阪の18歳香川真司が投入されました。2トップはサンフレッチェの平重、そして横浜 F マリノスのハーフナーマイクです。風間さん、このフレッシュなメンバーいかがでしょう。そうですね、本当にチームがね、この特にこのチームは本当にみんなが一つになって戦ってますので、そういう意味では士気も非常に高いですし、それからやっぱり自分たちもね、もう待ってたはずですよね。そしてやっとここに来た、ましてやコンディションはね、間違いなくうまく作ってきてるはずですから、逆にそのままのメンバー、ほとんどそのままのメンバーで来ているナイジェリアに対してね、僕は逆にかなり動きで優位に立つんじゃないかと思いますね。ナイジェリア相手に戦えるというビッグチャンスを得た男たち、この戦いは果たしてどうか。日本対ナイジェリア、まもなくキックオフです。キックオフです。 FIFA アンダー20ワールドカップカナダ2007グループ F の第3戦、そして最終戦、いきなりマイク・ハーフナー。さあハーフナーマイクキープをしたところ、今日はハーフナーマイクと平重という2トップ日本です。マッチナンバー31、日本対ナイジェリア、全勝同士の戦いです。どちらも勝ち点6、得点差の関係で今のところ暫定的に日本が1位です。グループ F1 位で次のベスト16の戦いもこのビクトリアで戦います。一方グループ2位になりますと移動が待ち受けています。オタワへの移動になります。日本は今のところちょっとだけ有利。このゲーム引き分け、解説は風間弘さんです。やはりこのグループ1位通過というファクター相当大きいというふうに、両チームとも日本の構成が続いていますので、ゴールキーパーの12番のオチェジェは怪我をしてこの大会も絶望ということです。なお6番のエフェ・アンブローズが先のスコットランド戦、退場になった関係でこの試合は出場停止になっています。そうですね、ナイジェリアは風間さんが冒頭からチェックなさっている通り、イエローを1枚受けているラティフあたりを温存という形には出ましたが、あとはアカブエゼ、オカルディといったところをベンチスタートにしているだけで、大幅な変動は実はこのメンバーここ2戦とはありません。そうですね、ですからもうこれ連戦ですから。そうですね、中2日が続きます。クリアです、梅崎のところ。さあ梅崎、中にマイク来ている、マイクポイントのクロス、ハーフナーマイクを、梅崎中央にはマイク、香川も自ら出して上がる、梅崎、ハーフナーマイクは右。いやーこれも梅崎気持ちの部分でも、あとやはり今日出ている香川、ハーフナーマイク、平重、ここはオエロ、アダムス、あこれ本当にチャンスを、ね、決めないと。内田開きましたね、香川フリーシュート、ただし、ただしノーゴールだ。ハンドか、ハンドか、旗は上がっていません。オフサイドではないようです。ノーゴールか。主審はメキシコのヘルマン・アレドンドさんです。何を捉えたんですね、ハンドですかね。しかバックスタンド側の副審の旗は上がっていませんでした。もう完璧なフリーでの香川真司のシュート確認です。完璧なゴールですね。内田からオフサイドないですね。今のトラップの瞬間でしょうか。そうですね、
さあその瞬間もうその間にすでにナイジェリアあっという間にイデーが突っ込んできます。ロバートエグベタのファウルです。さてここで日本メンバー交代、柏木、香川に変えて柏木です。拍手に包まれてこの表情で今回の遠征メンバー中最年少18歳香川真司ベンチに退きます。そして左足のどうやら筋のあたりをちょっと痛めていたという柏木、この間の試合でも苦しい表情を時折浮かべながらのコスタリカ戦でした。で粘り切りました。そしてピッチ上の選手たち、強調チャンスを得た選手たちガッツポーズ。これで勝ち点1上積み、日本はグループ F1 位通過決定です。